とりあえず僕がジョンボーカーで思いついた企画を説明します、はい、お互いが交互に懐かしいものを書いていきます。書いていく。でパッて見せて、うわーこれ懐かしいって言いたくなるけど、それを我慢していって、あー懐かしいって言ってしまった人の負けゲー言わんかったらいいやん。そう、言わんかったらいい。だからこのゲームで試されるのは、その一昔前の知識と、絵じゃなくて文字でも、そうそう文字でも、まあ、基本文字やな。なるほどね。だほんまにこのゲームで大事なのが、その懐かしいものを、そのジェネレーションギャップを味わわせるような、こういう年代ものを感じさせるものをいかに思い出すかの量と、この動画の尺をいつ終わらせるかっていう、この空気を読むこの2つが試されるからね。じゃあじゃんけんとか、買ったら買った方が先になります。三条口知のみのもんだ。あ同じ手で負けました。懐かしいと思っても懐かしいって言ったらあかんねん。絶対言え。言ったら負けやで。絶対言え。な、絶対言え。じゃあまずこれで攻めます。せーの、ラスティーライアル。これ多分見てる方めっちゃ30代20代とか僕と同じ世代じゃないと面白くないと思うから。何でもいい。何でもいいよ。何でもいい。懐かしいものな。で、ほんまにあんなーっても言わせるようなものを変えてしまえば勝ちやな。じゃあ行きます。はい。やなやなのタブです。せーの、任天堂 DS ライト。それ僕買ったわこの前。自分でポケモン交換したいから買ったわ本体ライト3000円で。軟式グローブ。やばい、言いそうになりましたね、これは。アホだな。そうだよ、アホだよ。これさ、これでめっちゃ数字合えるってのがすごいよな。懐かしい。言ってるやんか。